あれって。静かに、エステル。これは大ビンゴね。重い資材は放っておいて、食料品と貴重品を優先するんだ。できるだけ急げよ。グズグズしてると連中が来る。ガッテンだ、キール兄貴。こんなところに定期船が。あの子の話はやっぱり夢じゃなかったんだ。ここは露天掘りをしていた谷間ね。うまい隠し場所もあったもんだわ。簡単に見つからないわけですね。あれは定期船の積み荷を空賊艇に運び込んでいるのかな。考えるのはあとあと。また逃げられる前になんとか捕まえなくちゃ。はあ、これで3往復目かよ。まったく兄貴と来たら弟使いが荒くてたまらないぜ。まあいいや、これが終わったらゆっくりと身代金の交渉を。そこまでよ。何？この世に悪が栄える限り、真っ赤に燃える正義は消えず。ブレイサーズ、ただいま参上。アリ？なんなのブレイサーズって。まったくもうすぐ調子に乗るんだから。何よ、ちょっと外しちゃっただけじゃない。お前たちはジョゼットがやり合った連中。話が違うじゃないか。どうしてこんな早く来るんだよ。話が違う？早く来る？何わけわかんないこと。遊撃士協会の規定に基づき、定期船強奪、乗客拉致の疑いであなたたちを緊急逮捕するわ。覚悟はいいかしら？ちょっと待て。ひょっとしてお前ら3人だけで捕まえに来たのか？何よ、見ればわかるでしょ。なるほどね。あの連中とは関係ないわけか。だったら話は早い。しばらく眠っていてもらおうか。
지켜. 이따. 나가나가 야르잖아이가. 조제토 맡았다다케와 아르. 오다테테모 나니모 데나이몬네. 오레, 토토토 고산스테 乗客たちを解放しなさいよ。本当に何も知らないらしい。まったくおめでたい連中だぜ。あんですって。気をつけて。何これ。しまった、エーマくん。積み荷を残したのは残念だが、そのくらいは我慢してやるさ。あばよ、ブレイサーの諸君。ちょっと目に染みた。大丈夫、毒性はない。普通の発煙筒だったみたいだね。見えなくなったわね。やれやれ、一度ならず二度までも取り逃がしたか。こりゃ私の方は降格されても文句言えないわね。もう知らねえってば。そんな風に自分一人が悪いような言い方やめてよね。僕たちにだって逃げられた責任はあります。悔やんでいる暇があったら今できることをしておかないと。まったく、これじゃ立場が逆だわね。幸い定期船は取り戻せたし、早速調べてみるとしますか。中に乗客がいるかもしれないわ。調べている暇はないわ。今は何よりも定期船の調査が最優先よ。うわー、ガランとしてるわね。積み荷が一つもないわ。どうやら空賊たちに運び去られたみたいだね、この様子じゃ。とにかく一通り調べてみるわよ。これリフトカーよね。発着場で見かけるものと同じタイプみたいだね。多分これを使って積み荷を外に運び出したんだ。これって何かな。オーバルエンジンのコントロールパネルね。動力は完全に落ちてるみたいだけど。ダリーよね。操縦していた人どこ行っちゃったのかな。船長さんが座る席みたい。いつもだったら喜んで座っちゃうとこだけど。座ったりしないの。光が差し込んでる。
通り調べてみたけど誰もいないみたいね。どうやら彼らの船で連れ去られた可能性が高そうだ。多分連中のアジトに。うん、せっかく手がかりを見つけたと思ったのに。ほらほら、そんな辛気臭い顔しないの。まだ手がかりが完全になくなったわけじゃないわ。あの連中、どうしてこんな場所に定期船を隠したんだと思う？え？見たところ、船内の動力は完全に止まっている。これはつまりオーバルエンジンが抜き取られたことを意味しているわ。オーブメントの動力は時間が経てば回復するものだからね。さらに連中は大量の積み荷を何度も往復して運び去っている。その手間とリスクを考えたら定期船ごとアジトに運んだ方がはるかに効率がいいと思わない？あ、確かに。それなのにこの場所に定期船を隠していた理由か。考えられるとしたら、まさにその通りよ。推測するに彼らのアジトは少し特殊な場所にあるのだと思う。10から15アージュ、つまり空賊艇程度の小型船のみ着陸できるような特殊な場所にね。なるほど。山岳や峡谷のような高低差の激しい入り組んだ地形、そういった場所が怪しそうですね。ええ、私もそう思う。ただそうなると私たちだけでは限界だわ。歩いてたどり着けない場所にアジトがある可能性もあるからね。どうするの？そうね、不本意だけど事情を説明して軍に協力を要請すべきかもしれない。彼らは警備飛行艇を持っているから。連中に頼るの？どの道この定期船のことを連絡しないわけにはいかないさ。彼らの態度がどうであれここは協力した方がいいと思う。それで人質が戻ってくるんならね。そうね、こだわってる場合じゃないか。とりあえずギルドに戻ってルグランジーさんに報告しましょう。ギルドの動力通信を使えばハーケンモンに連絡できるはずよ。これはさすがに予想外だね。連絡する手間が省けたと喜ぶべきかしら。武器を所持した不審なグループを発見。お前たち、おとなしく手を挙げろ。まったく世も末だぜ、こんな女子供が空賊とは。誰が空賊ですって？この紋章が目に入らないの？遊撃士の紋章か。そのようなものが身の潔白の証になるものか。将軍、
どうしてここに。各部隊の報告に目を通して調査が不十分と思われる場所を確かめに来たのだ。まさかお主らが空賊団と結託していたとは思わなんだぞ。言いがかりをつけるのはやめていただけないかしら。我々はそちらより一足先にこの場所を探し当てただけだわ。ならば空賊どもはどこだ。その中に人質たちはいるのか。空賊にはあと一歩のところで逃げられてしまいました。人質の乗客もここにはいません。語るに落ちたな。大方我々がやってくることをお主らが空賊に知らせたのだろう。ちょっと、いい加減にしてよね。それはこちらのセリフだ。者ども、こやつらを引っ捕らえ。明朝、将軍閣下自らの手であんたたちの尋問が行われる。そこで無実が証明されれば 2,3 日で釈放されるはずさ。ま、しばらくそこで頭を冷やしておくことだな。冗談じゃないわよ。こちらの言い分も聞かないでこんな場所に放り込んでさ。軍が空賊団を逮捕できれば疑いは晴らせるだろうけど、こうなると無理かもしれないな。え、どうして？廃校で戦った空賊リーダーの言葉を覚えているかい？話が違う、来るのが早いって。そういえばそんなこと言ってたかな。まさかそれって軍の部隊のことだったの？十中八九そうだと思う。そしてそれが意味するのは、軍内部に空賊のスパイがいる、もしくは情報を流す協力者のような人物がいる。つまりそういうことね。はい。それが本当だったら絶対に捕まらないじゃない。やっぱり私たちが頑張るしかないっていうのに。八方塞がりってやつね。こんな時に先生だったらどう切り抜けるのかしら。どうやらお困りのようだね。あれ、ヨシは何か言った？いや、僕は何も。隣から聞こえてきたわ。しかもなんだか聞き覚えのあるような。おお、つれないことを言わないでくれたまえ。この艶のある美声を聞いたら誰だかすぐにわかるだろうに。この根拠のない自信、そして自分に酔った口調。ひょっとしなくてもオリビエ？ピンポーン。ああ、こんなところで再会することができるとは。やはり僕と君たちは運命で結ばれているらしいね。あんたどうしてここにいるのよ。ボスに案内したはずでしょ。しかもこんな牢屋に閉じ込められているなんて、一体何をしでかしたわけ？まあまあ、そう一度に質問しないでくれたまえよ。これには海よりも深く山よりも高い事情があるのさ。あっそ、だったら聞かない。っていうか聞いちゃったらものすごく疲れそうな気がする。偶然だね、エステル。僕もそんな予感がするんだ。そういうわけで
話してくれなくても結構よ。私たちの健康と美容のために。はっはっは、そんなに遠慮することはない。一部始終聞いてもらうよ。僕の身に起きた悲劇的事件をね。聞いちゃいない。君たちと別れた後、僕はマーケットを冷やかしてからレストランアンテローゼに入った。そして存分に舌鼓を打った後、余興にグランドピアノを弾いたのさ。するとレストランの支配人が身を震わさんばかりに感激してね、レストラン専門のピアニストとして雇いたいと頼み込んできたわけだよ。どうでもいいけど、あんた竜と引きじゃないの？天才というのは獲物を選ばないものだよ。それはともかく、僕はある条件を出してそのオファーを受けたわけだ。ミラの代わりに料理とワインを毎日タダでご馳走してくれってね。なんていうか、オリビエさんらしいですね。でもそれがどうしてこんな牢屋に入れられることに？はあ、ここからが聞くも涙、語るも涙の話なのさ。その夜、早速僕はシェフに作らせた鴨肉のソテーに舌鼓を打っていたのだが、血を使ったソースがまたたまらなく濃厚な味わいでね、どうしても普通の赤ワインでは物足りなく感じてしまったのだよ。なんか無性に殴りたくなってきたわね。それで、あんたはどうしたの？貯蔵庫の奥に保存されていた良さそうな一本を拝借したんだ。グランシャリネ、1183年もの。グランシャリネ、しかも1183年ものですって？オートのオークションに出た幻のヴィンテージワインじゃない。ほう、シェラ君はなかなか詳しいみたいだね。僕も噂を聞いてかねてから飲んでみたいと思っていたのさ。オークションってどのくらいの値段がついたの？聞いた話じゃ50万ミラで落札されたそうよ。50万ミラー！たかがワイン一本に？とんでもない世界だね。オリビエさん、まさかそのワインを。言うまでもない。美味しくいただかせてもらったよ。鼻孔をくすぐる福いくたる香り、喉元を愛撫する芳醇な味わい。ねえ君たち、信じられるかい？バラ色に輝く時間と空間が確かにそこには存在したんだ。ダメだこりゃ。やっぱり疲れたね。呆れて物も言えない。しかしそうなると今度は料理の方が物足りなく感じてね。ワインに合うくらいの一品をシェフに作らせようとした時に、ちょうど支配人が帰ってきたんだ。僕もケチじゃないからね、彼にも商売してもらおうと気前よくグラスを勧めたんだが、なぜか激しく立腹し始めてね。あれよあれよという間に兵士たちがやってきたのだよ。それでなんと、これがまた。以上が僕をここに送った涙なしでは語れぬ悲劇的事情さ。さあ、思う存分同情してくれたまえ。バカ。おや、ちょっと君たち、そのクーとかスーとか、うん、バカーとかいうのはなんだね。いいかい、話はここから面白くなるのだよ。ここに連れてこられてからもさらなる試練が僕を待ち受けて、
もしもーし、ちょっと聞いてますか？あんたたち、起きてくれ。眠い。どうしたんですか？こんな朝早くから尋問なの？さすがに勘弁してほしいわね。いや、その反対だ。あんたたちを釈放する。どうして急に？何か理由でもあるんですか？こういうわけですわ。市長さん。あらら、珍しい場所で会うじゃない。皆さん大変でしたわね。ですがもう安心してください。皆さんの疑いは晴れましたから。ふん、まだ完全に納得したわけではないがな。まあ、メーベル城たっての頼みだ。せいぜい彼女に感謝するといい。それって市長さんが私たちをかばってくれたっていうこと？かばったわけではありませんわ。ただ皆さんの事情について閣下に説明しただけですから。私たちの事情？そこの二人、お主らに一つ質問がある。カシウス・ブライトの子供というのは本当なのか？え？はい、おっしゃる通りです。彼女はエステル・ブライト、僕は養子のヨシュアと言います。そうか、確かにそちらの娘にはレナ殿の面影が残っておるな。お母さんを知ってるの？ロレントの家を訪れた時に何度か手料理をご馳走になった。赤ん坊だったお主にも会ったことがあるぞ。待って、モルガン将軍って父さんの個人的な知り合い？父さんが昔軍にいたのは私も知っているけど。遊撃士としてのやつは知らん。わしが知っているのは軍人としてのカシウスだけだ。希代の戦略家と呼ばれたんだ。戦略家？まったく、何を好んで遊撃士協会などに。じぃ、思い出すだけで腹の立つ。わしはこれで失礼する。どうなってんの？エステルさんのお父様は優秀な軍人だったそうですわね。退役するとき何度も引き止めたと将軍閣下から伺ったことがありますわ。そうだったんだ。なんだか信じられないけど。しかしそうなると将軍の遊撃士嫌いは先生が原因かもしれないわね。目をかけていた部下に去られた悔しさから来ているのかも。なんかそれっぽいですね。じゃあ何？父さんのせいで私たち苦労してるわけ？あの極道親父！さて、それでは皆さん、ボースに戻るといたしましょう。定期船が見つかったことで事件は新たな局面を迎えました。いろいろと相談したいことがあるのです。あら、どうなさったの？
帰るのは賛成なんだけど、何かを忘れているような。そういえば何だったかしらね。はあ、人はなんと無情なのだろう。一夜を共にした仲間のことをいとも簡単に忘れ去るとは、なんという悲劇、なんというやるせなさ。いいさ、僕はこの暗き煉獄で一人朽ち果てていくとしよう。あれがいたか。うん、完全に忘れ去ってたわね。気の毒とは思うけど、さすがにどうすることも。そちらの方は噂の演奏家の方ですわね。グランシャリネを勝手に飲んでしまったという。いかにも。しかしレディ、勘違いされては困るな。あれは前払いだよ。華麗なる僕の演奏に対するね。面白い方ですわね。まあついでですから、あなたも釈放していただけるよう将軍に掛け合って差し上げますわ。ほう。さすがにそれは無理があるような。レストラン側が訴えれば少なくとも訴訟にはなるはずよ。その心配はありませんわ。あのレストランのオーナーは私ですから。え、あのグランシャリネも私が競り落としたもの。これならば問題ないでしょ。まさか本当に釈放されちゃうなんて。まったく大した悪運だこと。そんなに褒めないでくれたまえ。しかしただであのワインを飲んだとあっては心が咎めるな。契約通りレストランでピアノを弾かせていただこうか。それは遠慮しておきますわ。さすがにあの騒ぎの後だと色々と気まずいでしょうから。こいつだったら全然気にしないと思うけど。確かに図太そうだしね。まあ今回のことはお互い不幸な事件と割り切りましょう。しかしそれでは僕の気が済まない。そうだな、ちょうどエステル君たちが何かの調査をしているようだね。ワインの礼に彼らの手伝いをするというのはどうだろうか。はあ？あら、それは面白いですわね。お願いしてもいいでしょうか。お任せあれ。そういうわけだ。君たち、よろしく頼むよ。ちょっと待って、どうしてそうなるのよ。素人についてこられても正直言って迷惑なんだけど。足手まといにならない自信は？銃とアーツにはいささか自信がある。無論僕の天才的な演奏と一緒にされても困ってしまうが。そういうセリフが激しく不安を誘うんですけど。でも悪くないかもしれないね。軍が当てにならない以上、僕たちも人手不足な気がするし。まあいいわ、協力してもらうとしますか。ただし足手まといになると判断したら外れてもらうけど、それでもいいかしら。構わないよ、決して失望させたりしないから。どうか安心してくれたまえ。失望するも何も、最初からそんなに期待してないし。話がまとまって何よりですわ。
それはそうと、皆さんに報告することがあるのです。報告すること？そういえば、ここに来るまでに街が騒がしかった気がするわね。何かあったの？はい。実は昨晩、ボースの南街区で大規模な強盗事件があったのです。武器やオーブメント工房をはじめ、何軒かの民家が被害に遭いました。え？やっぱり例の空賊たちの仕業ですか？今のところは不明ですが、その可能性は高そうですわね。現在、王国軍の部隊が調査を行っている最中ですわ。なるほど。私たちもすぐに調査した方が良さそうね。ええ、お願いいたします。ここまでの調査のお礼はギルドにお支払いしておきますわ。当座の調査費用としてどうぞお役に立ててくださいな。また軍の連中に邪魔されそうな気がするけど、ま、そうなったらその時だよね。邪魔されるのはともかく、こちらが情報をつかんだとしても軍には伝えない方がいいと思う。本当にスパイがいるとしたら、空賊たちに筒抜けになるからね。不本意だけど仕方ないわね。とにかく慎重に行動しましょう。それでは諸君、早速南街区に行くとしようか。だから、どうしてあんたが仕切んのよ。メイベル市長からこれまでの調査手当が振り込まれてるぞ。では引き続き